どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、奈良ブロックの2020年度、問21から問30までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。今回からマイクちょっと入れてみましたので、少し皆さん聞こえておりますでしょうか。はい、ということで、皆さん始めていきましょう。はい、ということで、問21番です。ここから第2章についての内容が入ってきましたね。なので、皆さん第2章苦手の方、特に最初の体の構造ですね。ここについてはイメージしながらしっかりと勉強していただきたいと思います。こう活字、文字ばかりを覆っていますと、なかなかイメージしづらいので、皆さんお持ちのですね、参考書、テキスト、そういったものにもいろんな図表入ってると思いますので、そういうところからイメージをしていただき、そしてそれだけではちょっと足りないなということであれば、こうインターネットとかで検索していただきますと、いろいろ画像でいろんなものが出てきますので、ぜひそのようなものもご利用いただきたいと思います。それでも足りないなということであれば、例えば解剖生理学というような専門書がありますので、そういった書籍高いものから安いもの、様々なものありますので、それでも安くてもですね、2000円3000円台ぐらいのものでもフルカラーのもので結構いいものもありますので、ぜひぜひそういったものもご利用いただきたいなと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問21番です。目に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、答えは1番が正解となります。まず A は正解ですね。そして B なんですが、涙液は起きている間は絶えず分泌されておりと、そして、目尻の、内側にある小さな穴から涙道に流れ込んでいますよと書いてあるんですが、こちらについてはですね、目尻ではなく、目頭ですね。目頭の方になり、目尻ではなく目頭の方になりますので、ここのところ間違えないようにしておきましょう。はい、ということで B は誤り、そして C は正解、そして D なんですが、虹彩は水晶体の後ろにあり、瞳孔を3大縮小させて眼球内に入る光の量を調節していますよということで、瞳孔っていうのは目の穴なので、目の穴の奥に水晶体がありますから、ということはこれ虹彩は水晶体の後ろではなく水晶体の前にありますので、D は誤りとなります。はい、ということで1番が正解となりました。大丈夫でしょうか。では行きましょう。問22番です。航空に関する記述のうち正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番ですね。 A、B は正解です。そして C なんですが、唾液にはタンパク質を分解するトリプシンが含まれていますよと書いてありますね。うん、唾液ですよね。皆さん、唾液の中には何が入ってましたっけ？いやいやいや、いろいろ入ってたんですけど、そうですよね。そうなんですよ。ね、例えば、リドチームとかね、入ってましたよね。リドチームとかは、口腔内をこうね、殺菌したりとか、そういうのにも使ったりする働きがありましたよね。で、それだけじゃなくて、こちらに書いてみました。唾液については、今回この酵素の話したいので、唾液アミラーゼプチアリンという酵素が入ってましたよね。これ何を分解するんでしたっけ？そう、こちらは、でんぷん、炭水化物とかですね。でんぷん、糖質を分解する消化酵素でした。なので、これ、唾液にはタンパク質を分解するトリプシンが含まれておりますよ、となっているんですが、これ違いますよね。唾液にはそもそも、こちら、デンプンを分解するプチアリン、唾液アミラーゼというものが入っておりましたので、そこがちょっと違うんですよ。はい、で、じゃあ、トリプシンって何だったっけなっていうところでは、ここです。トリプシンというのは、水液ですね。膵臓の水液から分泌されるトリプシノーゲンという酵素ですね。こちらが、トリプシンに変わることによって初めてタンパク質を分解することができました。はい、ということで、ここ
ですね、トリプシンというのは、あ、そうだ、水液の中に含まれているやつだったなというところをぜひもう一度思い出しておいていただきたいと思います。はい、ということで C は誤り。はい、そして、今度は D ですね。唾液は嗅覚の形成にも重要な役割を持っておりますよということで、これ嗅覚ではなく味覚ですよね、味ですよね、味覚になりますので D は誤りとなります。はい、ということで答えは1番が正解でした。では次行きましょう。はい、今度は問い23番です。消化器系に関する記述のうち正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番ですね、いいでしょうか。はい、で A は正解、そして B なんですが、消化器系には消化管と消化腺があります。そして消化管には唾液腺、それから肝臓、胆のう、それから膵臓が含まれておりますよとなっているんですが、こちら B は誤りです。消化管っていうのは管状になっているところが消化管でしたよね。はい、なので今回この唾液腺とか肝臓とかは要は消化酵素を分泌する消化腺と呼ばれるところになりますので、なのでこれ B は誤りとなります。はい、そして C は正解、そして D なんですが、小腸のうち十二指腸に続く部分のおおむね上部 40% が空腸、残り 60% が下位腸であり、明確な境目があるよとあるんですけど、ここ明確な境目、だいたいここら辺というような形で明確な境目は特にございません。はい、なので D は誤りということで2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い24番です。膵臓に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、では大事でしょうか。3番ですね。膵臓についての話です。 A なんですが、まず膵臓の位置関係もちゃんと覚えておいてくださいね。はい、そして B なんですが、膵液は弱酸性で消化を助けていますよというところで、はい、こちら B、 弱酸性、違いますね、これ水液は弱アルカリ性なんですよ。そうなんですよ。なので B は誤り。はい、そして C と D は正解なので、こちら答えは3番が正解となりました。はい、ということで大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い25番です。腎臓及び尿路に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解、そして B、副腎は、腎臓の上部に付属し、そして、副腎皮質からはアドレナリンとノルアドレナリンが、そして副腎髄質からはアルドステロンが分泌、酸性分泌されていますよということで、はい、こちら B は誤りとなります。何かというと、ちょっとこちら書いてみました。まず副腎という臓器に関しては腎臓の上に付随している、これは大丈夫ですよね。そう、そして副腎皮質、この副腎という臓器の、外側は副腎皮質、副腎という、臓器がですね、こんな感じで、こんな感じでありまして、副腎の外側が副腎皮質、そして内側が副腎髄質というところになっております。で、その副腎皮質のところからは、アルドステロンだったりステロイドホルモンというものが分泌しており、そして副腎髄質からはアドレナリンやノルアドレナリンが分泌しておりますので、なのでここですね。そうですよ、ここよく逆に引っ掛けてくるので、ここは十分に気をつけておいていただきたいと思います。はい、で、一応、問題文にはですね、このステロイドホルモンとは書いてないんですけど、でも、第3章のところで、このステロイドホルモン、要は、あれですよね、ステロイド剤ですよ。
そうなんですよ。ステロイド剤は、このステロイドホルモンを化学的に似たようなものをこう合成して作ったものになりますので、なので、このステロイドホルモンっていうのは、副腎皮質から分泌してますよとか、なんかそういう問題が出てきますから、ぜひこのあたり第2章と第3章しっかりと絡めながらですね、押さえておいていただきたいなと思います。はい、ということで、この B のところは、副腎皮質と副腎髄質は、これ記述が逆になっちゃいますので B は誤りです。はい、そして C は正解、そして D なんですが、尿のほとんどは水分で健康な状態であれば、尿素などなどの、微量の電解質、あとは、細菌などの微生物が含まれてますよとあるんですけど、細菌などの微生物含まれたら健康な状態ではないです。なのでこれ D ですね。 D は誤りとなります。はい、ということで答えは1番が正解でした。では次行きましょう。問26番です。肛門に関する記述のうち正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。いいでしょうか。はい、A、B は正解、いいでしょうか。そして C なんですが、肛門の周囲は肛門平滑筋で囲まれており、排便を意識的に調節することができますよとなっているんですが、これ肛門の周囲には肛門平滑筋じゃなくて肛門括約筋という筋肉になります。筋肉に関しては今ここに書いてあった平滑筋だけではなく、あとは心筋、それから骨格筋という、大きく3種類に分けることができました。いいですか？ちょっともう一回書いてみますと、骨格筋と、それから心筋と、そして今出てきた平滑筋。よいしょ。これちゃんと。こんな感じですね。筋肉ってこの3種類に分けることができました。で、括約筋というのは、輪っか状になっているようなものが括約筋です。そうなんですよ。なので、肛門なんで輪っか状になっているので、それをキュッと締めるのが、括約筋なので、今回、肛門括約筋だったら丸なんですけど、平滑筋というのは、これ意識的に調節することはできなかったですよね。そう。そうなんですよ。平滑筋っていうのは血管を、収縮したりとか拡張したりとか、あとは、どうなんですかね、小腸大腸とかの前動運動を動かしたりとか、そういうものが平滑筋の役割でした。なので、平滑筋というのは自分の意識通りに動かすことができないので、じゃあ今から皆さん血圧200に上げてください。ドカーンとかって上がんないですよね。そうですよね。で、じゃあ今から皆さん、大腸を過剰にブワーって動かしてください。はい、どうぞーみたいな感じでブワーって動かして。ごめんなさいね。で、そういうことできないじゃないですか。だから、平滑筋というのは、こちらは、自分の意識通りに動かすことができない自律神経の方で支配されています。で、骨格筋が自分の意識通りの方で、意識通りに動かすことができるので、なので、今回、肛門、これね、登録販売者の勉強の中では出てこないので難しいんですけど、でも、肛門っていうのは皆さんよく考えてくださいよ。自分の意識とは関係なく、ポロ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 って、排便とか出てこないじゃないですか。ごめんなさい。排便とか出てこないですよね。そう。なので、排便するときには、自分の意識である程度するじゃないですか。でも、自分の意識とは関係なく、便意が出てくることもあるので、なので、登録看板者の試験には出てこないですよ。出てこないですけど、肛門、括約筋っていうのは、これ難しいんですけど、二つの筋肉があるんですよ。
なので、二つの筋肉があるので、内肛門括約筋とか外肛門括約筋とかって、これごめんなさいね、試験出てこないのでいいんですけど、そういうところで、実は平滑筋と骨格筋が両方働いていたりするので、そうなんだな、ぐらいな感じで流しといてください。流しといてください。はい、ということで、正解はですね、肛門括約筋と書いてあれば、これ正解となりますので、平滑筋だと自分の意識通りに動すことができないじゃんと思っていただいて、あ、そうだ、これ C は×だよねっていうのにつなげといていただきたいと思いますので、ちょっとこれ、難しい問題になるかなと思います。はい、ということで、ここ大丈夫だったでしょうか。はい、そして、D なんですけど、はい、こちら D に関しては、肛門周囲は、動脈が細かい、網目状に、通っていて、それらの血管が鬱血すると痔の原因となりますよというとこなんですけど、こちら、D は誤りです。何かというと、これ動脈っていうのは体の中心部分のところにありますので、これ動脈じゃないです。なので、これ静脈になってきますので、D は誤りとなります。はい、ということで、こちら答え A と B が正解の1番が正解となりました。はい。では、大丈夫でしょうか。では、次行きましょう。問い27番です。次の循環器系に関する記述のうち、正しいものを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。体液を体内に循環させてということで、1番が正解ですね。そして、2番ですけど、心臓から排出された血液を送る血管を静脈、そして心臓へ戻る血液を送る血管を動脈と言いますよということで、これ動脈と静脈が逆になりますので、ここのところしっかりとイメージしながら、これ絵とか書きながら押さえていただくといいかなと思います。ここについてはですね、受験対策講座の方でお話をしておりますので、ぜひそのあたりご覧いただいた方がいいかなと思いますので、はい、ということで2番誤り、そして3番心臓の右側部分、右心房、右心室は肺でガス交換が行われた血液を全身に送り出しますよということで、こちら3番も誤りとなります。はい、何かというと、これ右側じゃなくて左側の方ですね。なので、左側部分の左心房、左心室というところになりますので、3番誤りです。はい、そして4番、リンパ液の流れは主に平滑筋の収縮によるものでということで、平滑筋ではなく、これ骨格筋ですね。骨格筋の収縮によるものになりますので、ここ誤りとなります。はい、ということで、問い27番は1番が正解となりました。では次行きましょう。問い28番です。脾臓に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B は正解です。そして C なんですが、主な働きは、脾臓内を流れる血液から古くなったリンパ液をこし取って処理することでありますよということで、これ C、誤りです。これ何かというと、リンパ液じゃなくて、これ赤血球であれば正解となりますので、C、これ赤血球であれば正解なので、誤りとなります。はい。では、よろしいでしょうか。はい。ということで、いいですかね。では、次行きましょう。D です。リンパ球が増殖、密集する、組織がないためにと。そして、血流中の細菌やウイルスなどの異物に対する免疫応答は行われないよとあるんですけど、D 誤りです。これ何かというと、増殖密集する組織があります。なので、これ異物に対する免疫応答行われておりますので、これ D は誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解となりました。はい。ということで、ここ大丈夫でしょうか。ということで、そもそも、例えばこのリンパ球というところは、ちょっとこちらにも書いてみましたけど、白血球の仲間ですよね。白血球っていうのは、免疫に大きく関係する細胞でしたので、特にリンパ球、これも免疫に大きく関係してくる、細胞でしたので、なので、今回ここのところ免疫応答は行われないよとかね、そういうところ、あれ違うんじゃないかなと思っていただきたいと思いますので、これ D は誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解でしたね。
では次行きましょう。問29番です。血液に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A、リンパ球は血管壁を通り抜けて組織の中に入り込むことができ、組織の中ではマクロファージーと呼ばれておりますよということで、はい、こちら答えは、これ、A は違うんですけど、これどこかというと、これ、リンパ球、じゃないですね。これ、要は、リンパ球はマクロファージに変わんないですよね。マクロファージに変わるのは、これ、単球になりますので、単球の記述になります。はい。ということで、こちら、単球の記述ですね。大丈夫でしょうか。単球ですね。はい。ということで、A は誤り。そして、B なんですが、損傷した血管は、血管壁が収縮することで血流を、減少させると同時に、損傷部位に、白血球が粘着し凝集して傷口を覆いますよとあるんですが、これ白血球じゃなくて、これ何かというとこう、かさぶたとかできるときに、かさぶたってこうなんかちょっと赤黒いじゃないですか。そう。それをイメージしていただくと、これ白血球じゃなくて、これ赤血球。赤血球。そう。赤血球って、血色素、ヘモグロビン持ってるじゃないですか。だから赤くなってますので、なので、かさぶた、ああ、赤黒いな、ああ、そうだ、これ赤血球がいっぱいくっついてるんだって思ってあげてください。はい、ということで、こちら、白血球じゃなくて赤血球となりますので、B は誤りとなります。そして C と D は正解なので、4番が正解でした。はい、では最後のところ行きましょう。問い30番です。筋組織に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は、これ、筋組織は筋細胞とそれらをつなぐ結合組織からできているのに対して、腱は結合組織のみでできているため、伸縮性が高いよ、じゃなく、これ高いんじゃなくて低いです。腱が伸縮性はこれ低くなりますので A は誤り。そして B なんですが、平滑筋は体性神経系に支配されているのに対して骨格筋は自律神経系に支配されておりますよということで、これ平滑筋と骨格筋の記述が逆になりますので、これ A は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので4番が正解という形になりました。はい、ということでここまでなんとなく大丈夫でしょうか。はい、ということでちょっと難しいなというところもあるんですが、それでもですね、基本的なところを解いておりますので、ぜひぜひ間違えたところしっかりと、図だったりとか表だったりとかイメージしながらですね、ここのところは、どんどん、ご自身のものにしていただきたいと思います。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、 LINE などに登録していただきますと、質問などいろいろお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。